栃川区調査士受験生の皆さんこんにちはレック専任講師の木村です今日はこれから本試験までの期間まあどうやって過ごそうかと考えている方に、ねえー、少しご案内させていただきたいと思いますおそらく、えー、次の本試験から、えー、10月ね あの試験日が10月にねなることが予想されます。おそらくねもうあのほぼほぼ本決まりなんではないかなと思います。まだ法務省からまあ正式な発表はなされていませんが、えー、まあそういった予定だということはねもう発表されているので、まあそこまで来たらねまあおそらく10月ということになってくると思います。そうするとまあやはりその試験までの期間がまあ今回はかなり長いということになります。で今回は。 ねえー、例えば今回の受験で全く歯が立たなかったっていう方はもう当然基礎から見直していく必要があります、ね、あのレックの講座にも、まあ、中上級の方向けにあのリスタート講座という基礎講座をね準備していますので、えー、そういったものを検討していただければいいかと思うんですが今回はある程度戦えた、ね、基礎知識もある程度はついてるというふうにご自身で考えている方。 ね、ひょっとしたら、そういった方は、じゃあまあ、直前にまたね、答練だけ受けておけばいいか、なんていうふうに考えている方もいらっしゃるかもしれないね。でも、答練までというと、やはりまたかなり期間が空きますね。で、やはり自分だけで、その答練の間、答練までの間ですね。しっかりと基礎知識を、まあ保っていこうというふうにね、考えていても、なかなかこれね。 続かかないといとうかまあ、やはり怠けてしまう、ね、まうねだ大丈夫だまだ大丈夫だというふうに考えてしまうのがやはり人間だと思います、ね、でそういった方に基礎知識はあるという前提でおすすめしたいのがレックの学習経験者を向けてね対象としているスーパートックン講座というようなね講座があります。 でこれに関しては択一とそれから書式両方でまあ過去問をベースに、ね、まあ択一に関しては過去10年の過去問を全てバラバラにして一問一答形式にしてまあ一つ一つ問題を解いていこうというようなね講座になっています。で実際にあなんだ全部過去問なのか、ね、そんな風に考える人も多いです。私も実際にそう思いました 全部過過去去問問なんだったら過去問家で解いてればいいいじゃないか、ね、でも実際にやってみるとそうではなくて例えば本試験で五子択一の形だったから解けていた問題それがバラバラにされてね一問一答形式になったらこれ思いっきり間違うっていうようなね、えー、受講生もたくさんいらっしゃいます。 それがまあめったにね出てこないような部分だったらいいんだけれどももう頻繁に本試験の問題として問われている部分でも間違ってしまっているようではこれやはりねだから基礎知識あるはずなんだけどっていう方是非チャレンジしていただきたいと思います。ちょっととパンフレットをお見せしたいと思い思ますね はいまあ、画面見ていただければいいんですが、はいまあ、スーパート訓クン講座で卓越書式合わせて全1回ですで1回が3時間の講義ということになるんで、まあ、3時間、まあ、レックの調査士の講座でも、えー、1コマ3時間っていうのはこれマックスです。 でもそれがすごく長く感じるかというとそんなことはないと思うんですね実際に問題演習した上でその後に一緒に解説ということになっていきますので3時間そこまで長く感じないと思いますで、ここにあるように演習して解説して演習して解説してこれを繰り返すことによって知識を定着させていきます でここで重要部分について間違えてる方は当然基本書に戻ってそこのテキストをしっかりと読んで80%の知識を100%にしていくこれを繰り返すことによって絶対にね、えー、本試験で点が取れる、ね、そんな実力がついてくるはずです。なおかつこのタイムを意識するね時間を意識する。とということで、えー、本試験の スピードアップにもつながりますね。で、本試験の前段階である通練なんかでもね、やはりそういったあのー、効果は出てくると思いますので、ぜひ受けていただきたいなというふうに思っています。で、あのー、通信の方はもういつでもね配信ができるような状態になっています。そして通学生講義が水道橋本校でね、えー、こちら。 開校するんですけれどもその開校日が見えますかね写ってますかねはいこれで見えますかねはい生クラスが水道橋本校のみになります、ね、ですからまあ通える方はねぜひあの通っていただきたいなと思います生のクラスは卓一それから書式ともあの私木村が担当させていただきますでその開校日が 平成十七年そうですね。あごめんなさい。二千十七年ですね。十 <laughs> 一月の十九日、十一月の十九日の日曜日ここが開講日になっています。はい。えですからまあこれを収録しているのが十一月の一日なのでねえ、もう比較的すぐ迫ってきています。ね。ですから興味がある方はぜひ。 初回無料体験ねやっていますのでぜひ気軽な気持ちであの来ていただければと思いますこんな風にね講義やってるよっていうのはあの実感していただくのが一番いいのかなと思いますのでねぜひお越しくださいであのおそらくほとんどの方がまあ当連は受けようというふうに思っていらっしゃると思いますねでしたらこのスーパートックン講座とあとは当連すべてついているっていうようなねお得なコースがあります それがこの、はい「コンパクトコース」というねコースがあるんですけれどももうこれは本当にコンパクトね、えー、まあ基礎知識があるという方前提になりますけれどもこの「スーパートックン講座」の18回プラスあとは残り「等連です全部。余計なものは一切ついていませんっていうのがコンパクトコースです。 ね、ですから、まあ、こちらの方を活用していただくとこのスーパートックン講座取ってその後に例えばファイナルトーレンだけ取ろうかななんていうふうにバラで取るよりもあのこれ全てついてきますのであの料金的にもねあのかなりお得感があるんじゃないかなと思います。 はい、でおそらくねあの来年の2018年の本試験はもう10月ということになってくるかと思います。ね、ですからこの10月までしっかりとモチベーションを保って、ね、基礎知識あるものはやはり定着したままその知識を落とすわけにはいかないですからねそういったことを考えても、えー、このスーパートックン講座是非活用していただくことをお勧めしたいと思います。 はい、で通信の方はね、もうあのスーパートップく講座卓逸編に関しては前半部分がもうすぐに、えー、発送できる状態にはなっています。で通信の方は少式編は池永講師が担当いたします。えー、こちらもね素晴らしい講師なので、あの絶対に損はさせませんね。ぜひ検討していただければと思います。そしてあの関東近辺にお住まいの方限定になりますが、水道橋本校に、えー、通学が可能な方はぜひ。 通学でね、えー、一緒に学習頑張りましょうそしてね、次の本試験の合格を一緒にね、目指していきましょうはいということで、えー、まあ短い間でしたけれどもお付き合いありがとうございました、えー、ぜひお待ちしておりますでは失礼します